藤井マリーは、日本のレースクイーン、タレント、グラビアモデル。愛称は、マーリン。神奈川県横浜市出身。ワンウェイトプロモーション所属。小学校低学年まで、メキシコ在住。小学6年生の時スカウトされ、芸能事務所入り。中学時代には別の事務所にスカウトされ入所したが、それぞれ短期間で辞めている。高校卒業後。 化粧品会社に就職したが、この時芸能活動時代の知人に会ったことをきっかけに23歳で芸能活動を再スタートした。2017年のスーパー GT とスーパーフォーミュラで糸中イ,イナックスインパルレディとしてレースクイーン活動を行う。2017年12月よりアプリゲームデスティニーチャイルド公認サポーターを日野マソ藤原明野と務める。 2018年、サノコ、イメージガールを務める。同年6月29日、エビスマスカッツ1.5に、研修生として加入し、2ヶ月後の8月24日、エビスマスカッツ正式メンバーに昇格。2019年と2020年の2年連続で、アドビックスムータレーシングフェアリーズとして、スーパー GT とスーパータイ級のレースクイーンを務める。また、 KCMG エンジェルスとして2019年のスーパーフォーミューラや TCR ジャパンのレースクイーンも務めた。2020年4月3日、4日、開催、ケイオス10のラウンドガール、ケイオスガールズ就任。同年9月2日、エビスマスカッツ卒業を発表。2021年2月1日、鈴原紗尾、七海ティナと共に3人組ガールズユニット、マッシュリームを結成。 同年3月24日にデビューシングル、ジェネシスを発売。同年2月、レースクイーンユニット、ゼント・スイーティーズの2021年度メンバーを決める、ショールームオーディションにエントリーし、亀沢アンナと共に、ショールーム先行メンバーとして、ゼント・スイーティーズ入りを果たした。また2021年のスーパーフォーミュラでは、近藤レーシングラフィニレティを担当。同じ事務所の巻潮織と共に、 ワンウェイトプロモーション所属者としては、初のラフィにレディー就任となった。島田七海、清瀬町、久保田杏奈、菊池夏月、浅井真リカ、石原美奈氏、佐野千尋、加藤里奈、斎藤緑、藤田佳澄、浅香七海、勝木若菜。ありがとうございます。